準決勝の相手はタイカさんか。タイカさんに棄権するようにお願いできないでしょうか。無理だな。あの頑固なおっさんがますます聞き分けがなくなってやがる。手加減するつもりもなさそうだし、こっちも本気でぶつかってやるさ。そろそろ時間だな。行こう。タイカ、あんたと戦うのはあんたを倒すためじゃねえ、あんたを守るためだ。あんたを感染者と戦わせるわけにはいかない。さあ準決勝、長谷王チーム VS タイカチーム。アリーナ2の方はご存知の通り、宿命の指定対決です。そしておなじみになりました長谷尾選手へのブーイング。公正な実況を求められる立場ではありますが、私長谷尾選手への同情を禁じえません。よー、ブーイングも実力のうち。ひよっこがでかくなったな。おっさん、悪いが本気でやらせてもらうぜ。さあ試合開始だ。一つ三段。決勝に駒を進めたのは長谷尾選手。前人未到の3階級制覇が見えてきたぞ。たまねえな、年寄りの冷や水もここまでか。あんたに勝たせるわけにはいかねえんだよ。わしを守るためにか。嬉しいぜ、ありがとうよ。おやおや、いけないな、死の恐怖。八百長はいかんよ、八百長は。困ったものだな、アリーナに市場を持ち込むとは。な、八百長だと。観客の諸君、知っての通り、タイカと長谷尾は師弟関係。そしてこの戦いで、タイカは長谷尾を勝ち上がらせるためにわざと負けた可能性がある。
八百長、八百長イカ様だ。ふざけるな。わしらの真剣勝負を侮辱する気か。真剣勝負？聞いて呆れるな。ひとまず退化、負け犬は消えてもらおう。長谷尾には以前のトーナメントでもイカ様の疑いがある。こいつはシステムを逸脱した力、チート PC でトーナメントに参加していた。そんな証拠がどこにある？あるさ、ここに。あんなの見たことねえぞ。あれはヤタが知識の蛇で保存していた映像か。悪いことはできないな、死の恐怖。諸君、長谷尾はチート PC を用いて高魔球および壁星球のチャンピオンになった。なんだと？許せねえ。ふざけんな。さらに長谷尾には別の権威もある。昨今ザ・ワールドにおいて不可解な事件現象が多数報告されている。これらの異常はそこの自由を称する危険分子どもが起こしたものなのだ。真面目に日々努力する我ら一般プレイヤーにとってこれ以上の冒涜があるだろうか。チート野郎は失せろ。ザ・ワールドを汚すな。いや聞こえる。人の悪意が、愛だが、いや諸君、私は諸君に賢明なる判決を求める。この者は有罪か、それとも無罪か。有罪！諸君らの意見は分かった。罪深き者、その名は長谷尾、貴様を失格処分とし永遠にコロッセオからザ・ワールドから追放する。失せろ長谷尾。消えろ長谷尾。てめえ吠えろ吠えろクズめが。その言葉そっくりお前に返してやる。愚かだな死の恐怖、まだ気づかないか。貴様の正義などもはやこの世界のどこにもないということに。どちらの正義が正義たりうるか、それを決めるのはプレイヤーという大衆の世論だ。貴様の罪はザ・ワールドのログに刻まれ未来永劫消えることはない。一生苦しめ、罪の呵責に押しつぶされてしまえ。
待ちたまえ。大白、エンデュランス、作望。あっは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 、ビビったか、ハセオ。なんで、どうしてお前らが大白と一緒にいるんだ。うちとエン様がいつまでもあんたなんかの言いなりになろう思ったら大間違いや。なあ、エン様。うちとエン様はこれからは二人で勝手にやらしてもらうで。そんな、どうしてだ。なんで大白に、榊なんかにつく。この二人はな、死の恐怖、私に賛同してくれたのだよ。嘘だ。お前のその情けない声を聞けただけでも、トーナメントを開催した価値があったな。榊殿。何かね、チャンピオン。ハセオの失格の件、取り下げてもらいたい。何？アリーナを怪我したこの男は、私の手で倒す。偽りの力に溺れた者が、この大白に勝てるはずがない。よかろう。良いシナリオは常に柔軟でなければな。かつての仲間に裏切られ、惨めに倒される死の恐怖。最高じゃないか！笑いが止まらない展開だ！だが大白よ、お前の出番はないかもしれんぞ。何しろ決勝戦の相手は、私の最高傑作、ヘテロ三人衆なのだからな。決勝戦が楽しみだな。死の恐怖、二度と私に歯向かえないようにズタボロにしてやる。徹底的にだ。Thank you.
アトリの時のようにヘテロもマインドコントロールしてるのか。榊の野郎。タイカのおっさん大丈夫かな。タイカを誘ってクエストやだな。蒸気博士の研究のクエストを受けよう。タイカを誘ってクエ蒸気博士の研究。Thank you.
本。おお。なあ、おっさん、話があるってメールに書いてあったけど。話はこのクエストをクリアしてからだ。行くぞ。もしかして私がピンチ？ほら、当てるでしょ！ほら、どこかやるわ！ほら、当てるでしょ！ほらよ！全開飛行超撃！ほら、当てるでしょ！ほらよ！ワゲーモンにはまだ負けんさ。よし、
背後には気ぃつけな。ふん、見たか、私の超必殺の一撃を。エンジン全開なのだ。肩慣らしにもなりゃしねえ。ぶちのめす。私の超必殺の一撃を。よし、見覚えあるぞ。背後には気ぃつけな。ゲーモンにはまだ負けんさ。これで最後、超進波発生器を全ふーむ、何事も起きぬ。効果が出るまで時間がかかんのか。湖の周りを歩いてみるか。行くぜ。おい、ガシャグルレッドラだ。無力だ。ガシャグルレッドラだ。ガシャグルレッドラだ。ガシャグルレッドラだ。超撃。
勝楽勝っと。白銀の強しさ、ここにあり。出たな。行くぜ。おい。まあ旧大ってとこか。 PC 相手じゃどうなるかわからねえがな。何？アリーナの準決勝な。わしは真剣勝負のつもりでやったぜ。だが実際のところおめえはどうだった？わしの目は節穴じゃねえ。おめえ本気じゃなかったな。いや本気が出せねえって言うべきか。そんな了見じゃモンスターは倒せてもアリーナの決勝で勝てるわけがねえ。俺はなあ長谷雄よ、おめえのアバターとかいうやつは確かに一般プレイヤーにとってはチートと同じかもしれねえ。許されないことかもしれねえ。だがおめえには目的があるだろ。ザ・ワールドでやらなきゃなんねえ。ああだったら覚悟を決めちまいな、おっさん。ふん、話はそれだけだ。帰るぜ。これでクリアか。
じゃあな。坊主、迷う必要なんかねえんだぜ。師匠面しやがって。決勝はヘテロ三人衆、榊が作った完成順。クーンとアトリを誘ってアリーナカウンターでトーナメント。クーンとアトリを誘ってアリーナカウンターでトーナメントの登録をしよう。